写真拡大徳光和夫アナウンサーが16日放送のパーソナリティを務める日本放送徳光和夫徳森火曜サタデー土曜前後時に出演。元モーニング娘。のタレントの後藤真希33が週刊文春で元恋人だった5歳下の一般男性と不倫したと報じられた騒動についてコメントした。後藤の夫は不倫相手の男性を提訴し係争中という。後藤は13日にブログを更新し、一部週刊誌で報じられている通り、昨年夫とは別の男翔と関係がありました、誠に申し訳ございませんでしたと不倫関係があったことを認め謝罪した。一方で文春に報じられた夫の DV 報道については否定した。今回の騒動を徳光さんは週刊誌4弾でありますけど、ちょっとご主人の DV とか常に監視されているというのは何か嘘ではないなっていうふうに思いました。いろんなことがあってそうなったのかもしれませんけどもねと指摘していた。後藤は2014年7月に一般男性と結婚、15年12月に長女を出産、17年3月に長男を出産した。写真拡大徳光和夫アナウンサーが16日放送のパーソナリティを務める日本放送徳光和夫徳森火曜サタデー土曜前後時に出演。元モーニング娘。のタレントの後藤真希33が週刊文春で元恋人だった5歳下の一般男性と不倫したと報じられた騒動についてコメントした。後藤の夫は不倫相手の男性を提訴し係争中という。後藤は13日にブログを更新し、一部週刊誌で報じられている通り、昨年夫とは別の男翔と関係がありました、誠に申し訳ございませんでしたと不倫関係があったことを認め謝罪した。一方で文春に報じられた夫の DV 報道については否定した。今回の騒動を徳光さんは週刊誌4弾でありますけど、ちょっとご主人の DV とか常に監視されているというのは何か嘘ではないなっていうふうに思いました。いろんなことがあってそうなったのかもしれませんけどもねと指摘していた。後藤は2014年7月に一般男性と結婚、15年12月に長女を出産、17年3月に長男を出産した。